中央国際交渉学院略称ケイブスは中国上海市の歩道新区にある国際ビジネススクールである。1994年11月に中華人民共和国対外貿易経済合作部と欧州委員会が合同で非営利の高等教育機関として設立、上海交通大学と EU 欧州連合企業が出資をしている。経営学習士課程 エグゼクティブ MBA 課程、グローバルエンバ課程、ファイナンス MBA 課程、エグゼクティブエデュケーションプログラムが置かれており、すべての授業が英語で行われ、中国語での講義には英語の通訳がつく。学生数は1学年約190人で、平均年齢は29歳。学生の約7割は中国人、約3割は外国人である。チャイナデプス。 グローバルブレッドスというテーマを掲げ、中華圏のビジネスや人脈形成に強みを持ちながらも、グローバルスタンダードの MBA プログラムを提供してきている。1994年の開校より10年余りで、英国ファイナンシャルタイムズの世界、MBA ランキングのトップ10入りをしているほか、米国フォーブス、ニュースウィーク等からもアジアナンバーワンのビジネススクールとの極めて高い評価を受けている。 上海メインキャンパスの景色ケイブスの MBA プログラムは英国ファイナンシャルタイムズの世界 MBA ランキングにてアジア第1位世界第5位にランクイン2009年にケイブスは FT 世界 MBA ランキングに中国のビジネススクールで初めてトップ10入りを果たした2016年に同社のランキングで世界第13位にランクインした ケイブスエンバプログラムは、上海、北京、新鮮を拠点に、世界最大規模の700人以上のエグゼクティブ生徒を抱える。また、同スクールが提供する短期エグゼクティブプログラムには、毎年1万人以上の生徒が参加している。ケイブスは1994年に、中国発の私立ビジネススクールとして、上海市保東地区に創設された。 上海のメインキャンパスは有名な建築家であるヘンリー・エヌ・コブトペ・コブフリードパートナーズのヤン・ベイダーによってデザインされた。2011年に18ヶ月にわたる第3フェーズ建築が行われ、上海キャンパスは2倍の750万平方メートルにまで拡大。2010年4月24日、ケイブスは IBM、オラクル、ソフト等の200以上のテクノロジー企業が リサーチセンターを置いている北京市中間村テクノロジーパークに北京キャンパスをオープンした。これに伴い同スクールの全教室数は2倍に拡大した。北京キャンパスはスペイン系建築会社のイドムによってデザインされ、エンバ家庭とエグゼクティブエデュケーションプログラムを設置している。毎年300人以上のエンバ家庭卒業生と3000以上のエグゼクティブエデュケーションプログラム。 卒業生を排出している。2009年5月、ケイブスはアフリカのガーナ共和国にキャンパスをオープンし、アフリカ初のエンバープログラムを開校した。また、ケイブスはアフリカにキャンパスを置く初めてのアジア系ビジネススクールとなった。2015年11月、ケイブスはチューリーヒローランジ経営研究所を16500万フランで買収した。同時に、 今後毎月200人以上の中国人マネージャーを教育する計画を発表している。チューリッヒ経営研究所はケイブスグローバルエンバの支柱の一つとしてこれまで様々なスタディツアーや短期エグゼクティブエデュケーションプログラムを提供している。現在、ケイブスを卒業した外国人生徒の80%はアジアパシフィック圏内を拠点として活動している。 ケイブス MBA プログラムは1学生年あたり約190名だが、そのうち日本人留学生の数は過去平均1から2名程度であった。ただし、近年のランキングの上昇とともに、日本人留学生の数も上昇し、ここ数年は平均5から7名程度が入学している。総合商社、投資銀行、コンサルティング、IT、製造業等、 幅広いバックグラウンドの学生が学んでいる。日本人アルムナイはケイブス公式ブログ等を通じて連絡を取ったり、中国にてケイブス同級生たちによるアルムナイミーティングを通じて定期的に交流が行われている。ありがとうございます。